なんかあります？大丈夫？大体内容も OK。で、順番に関しても、別にそれはお好きにやっていただいて全然大丈夫なので、自分から行きます。だったら言ってくれていいし。で、今回の決まり事としては、別にプレゼンをどういうふうにやってほしいっていう決まりみんなに与えてませんよね、僕。だから、どんなフォーマットでもいいし、どういうやり方でもいいので、それは各々で考えてやっているっていうことは認識しておいてくださいね。特に全員が全員決まったルールがあるとか、この人なんか一人だけ違うことしてるからダメ。そんな話では全くないので。それはそういう、自由の中で何をどういうふうに自分がベストと思って表現してるかということがポイントでございます。で、まあ、今回そのなんか、ホワイトスペースドレスの展示会をやる上で、僕が一番、このコンセプトを作る上でやりたかったことっていうのは、セントラルセントマーチンズのホワイトドレスがあるじゃないですか。ホワイトドレスのショーが。ホワイトショーがあって、そのホワイトショーに、あえて被せてるっていうのが結構今回のポイントの一つで、これってホワイトショーじゃんって言ってくれるような人が引っかかることを願ってるわけですよ。今回のポイントは。っていう人は、もちろんセントラルセントマーチンズに対しての、視野もあるし、インターナショナルに、ワールドワイドに服を捉えてるっていう、人たちだからこそ食いついてきてる話だから、そういう人たちにこそ被せていきたいっていうイベントです。OK ですか？だから、これってホワイトショーじゃん。CSM の。しょうもな。っていう人こそターゲット。本来捕まえたいターゲットね。その人たちとの方がよりいろんなディスカッションできるんだよ。こういうセントマのやり方があって、自分たちはこういうふうな理解でやってます。インターナショナルに、ワールドワイドに活躍するデザイナーとして、そういう世界に意識を持ってる人たちとディベートしたりとか、ディスカッションしたりとか、ディフェンスし合ったりとか、そういうふうなことをやりたくてやってるので、パクリじゃんって言われると、ちょっとこう、この人だと思って、よりディフェンスでカウンターパンチ食らわせてくださいね。で、そこにおいては、やっぱり仕掛ける以上、オフェンスされやすいトピックなので、オフェンスされたときに、自分たちがどういうふうにディフェンスして、相手を打ち負かすかというところまで意識をするっていうのが、まあ、でっかいイベントとしてのポイントね。です。だから、それを理解していただきたいということで、ちょっとこれ見ましょう。だだん。見たことあるのかな？こちら。これは、2021年の2月なんで、ちょうど1年前ですね。1年前のセントラルセントマーチンズの、ものですね。ザ・ホワイトショー、ボイドっていうテーマのやつで、こちら公開してるの、ちょっと一回見ましょう、みんな。いや、待てよ。音楽をシェアしてないな。プン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 サウンド。おいしょ。はい。Every second captures the heart.
そんな感じで、まあ、ホワイトショーがあるわけですけど、まあ、ストップしてください。そう、てな感じで、まあ、基本的には、全然みんながみんな違ったことをしてくれていいかなって思ってるんですけど、多分うちが、そのセントラル・セント・マーチンズのホワイトショーと、ラブでやるホワイトショーの大きな違いっていうのが、テキスチャーだと思うんですよね、テキスタイル。テキスタイルドリブンの人の方がうちは多いかなっていうところがちょっと違う要素かなと思います。どっちかというとセントラル・セント・マーチンズの、このイベントの大きなところって、パターンカッティングとソーイングっていうところに、結構フォーカスしたショーだなと思って僕は常に見てるんですけど、シルエットとかそのアイディアの思想で、よくありがちなのがベッドから来る発想、なんかこう日常の中から来るものがすごいよく多いなって思うわけですよ。ただイノベーティブかと言われるとイノベーティブはなくて、僕らのやっぱり一番のポイントはそのイノベーションとか未来とかテクノロジーとかそういったところが入り込んだっていうところが、まあ圧倒的に違うところはそこなのかなという理解で、皆さんには進んでいただきたいです。かといって別になんかそれがハイテックな素材を使ってるかとかそういう話じゃなくて、その思想の問題がよりノスタルジックなセント・マーチンズの、クリエーションに対して私たちはもうちょっと前衛的で、前に行くための服作り、前に前進するための服作りっていうところに、焦点を置いているというところを、まあ、ちょっと意識していただけたらいいかなというふうに思います。ということで、ルールは簡単、プレゼン時間はお一人1時間では1人10分です。10分以内です。で、1人10分以内で、そこにディベートも入れての10分なので、その10分丸々使ってずっと喋るのも一つの手としてありですけど、1人当たり、まあ、10分の中でディベートとプレゼンが終わっていくっていうイメージにしておいてくださいね。OK ですか？で、まあ、質疑応答が長ければ長いバージョンも別にあってもいいし、プレゼンが長いバージョンがあってもいいんですけど、時間はその感じでタイムキーパーでいきます。ということで、早速いきましょう。一人目の方。はい。はい。いいですか？うん。はい。じゃあ僕から、ちょっと待ってくださいね。はい、見えてますか？ OK ですか？はい、じゃあちょっと始めます。まあ、まず今回、コンセプトに関しては、まあ、結構自分的には作り込んだ方かなっていうのがまずあって、で、まあ、その中で、まあ、至らない点とか、まあ、もしあれば、後でちょっと欲しいかなっていうのがあって、で、一応始めさせていただくんですけど、で、今回空白テクノロジー、ファッションを考える上で、まあ、まず、一般的なことと、まあ、それから自分の中である程度一番最初から、解釈というか見解を持った上で、リサーチして、そこからまた橋渡しして、そこからまた自分の解釈に、戻ったりとか、また新しく考えたりっていうのをしようと思って、始めました。で、一番最初の考えとして、まずテクノロジーを考えた時に、まあ、テクノロジーって自分の中で最初思ってたことは、まあ、テクノロジーとは人間の理想と傲慢性であるっていう考えになって、まあ、簡単に言えば、何もない
感じでテクノロジーは発展しないって考えて、まあ、そこには人の考えとか思想とか、まあ、があって初めて生まれるもので、まあ、それは要は利便化だなと思って、まあ、利便化っていうのは要はまあ簡単なあのそのまあ利便性みたいな感じで言うんですけど、まあ、そこの話でいくと、まあ、一番最初の歴史とかたどっていくと、まあ、人類はまあ火を使ったりとか石を使って道具にしたりっていうところで、まあ、利便化を求めて、まあ、要はあの簡略化させたいとか、もうちょっとこうあの便利な世の中に対してっていう考えがあって、でそのテクノロジーって言葉はなかったとしても、もう考え方はすでにあったっていうところから、まあ、少なくとも人類が生まれた時点で、まあ、テクノロジーっていう考えはすでにあったっていうことになってきて、でじゃあ今のそのテクノロジーを考えるとそれって何なのかって考えたら、まあ、テクノロジーっていうのは、まあ、どん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 その人類が成長していく過程で、できた便利なものっていうのを、まあ、上書きしていく感じで発展してきたっていうのが、まあ、僕の中のテクノロジーのストンと落ちる場所であって、でそれをちょっと、まあ、もうちょっと簡単に言うと、まあ、テクノロジーを今のテクノロジーを考えるときにまあ、少し未来の先を考えて、それは人間の現在の人間の理想を考えることで、まあ、そしてそれは個人の理想を考えると捉えるということで、まあ、まず自分の中での、テクノロジーに対しての解釈と見解を持って、次に一般的なテクノロジーというところで、まあ、どういうことを言われているのかなっていうので、まあ、大体多分みんなも同じことのようなものを、まあ、あの調べたら出てくると思うんで、まあ、そこに関しては言わないんですけど、まあ、僕はその中でもまあ、社会における価値観に影響を与えて新たな倫理的問題を生じさせるっていうところが、まあ、すごい僕がテクノロジーの本質的な場所かなと思って、まあ、それはすなわち人間性を失うことであって、まあ、人間を支配して人間の本質を失わせるのが、まあ、テクノロジーの本質なのかなっていうのがあって、まあ、それが、まあ、一つの案として、まあ、僕の中であって、まあ、それを裏付けとして、まあ、肉付けとして考えることができたのが、まあ、この著者の、まあ、マルティン・ハイテッカーっていう人が、まあ、バーってこう我々が単にテクノロジーを生み出し発展させる限り、テクノロジーの本質と、との関係を我々が経験することはなく、我慢することも回避することもない、我々はあらゆる場所でテクノロジーにつながれ自由を奪われている、それは我々がテクノロジーを絶望するか拒否するかとは無関係であるっていうことで、まあ、この文のまあ、テクノロジーにつながれて自由を奪われているっていうところに関しては、まあ、僕の思想とすごいあったので、まあ、そこを注釈してっていう感じで、まあ、まず一旦そこでテクノロジーに対しての考え方は一旦ストップして、次空白に対して考えを移していこうというところで、で空白に関しても、まあ、ざっくりとその一般的な考えというのは多分みんなももう調べて、まあ、知ってると思うんで、まあ、その中で、まあ、僕が空白に関してすごい、まあ、これも確かにそうだなと思うことがあるのは、まあ、継続しているものの一部分が欠けていることっていう意味があったんで、まあ、そこの部分に関してはすごい僕はその通りだなってすごい思って、でそこに、それも結構抽象的な言葉なんで、そこに僕がある程度言葉をつけるなら、まあ、情報操作空間っていう感じで、ある程度言葉をちょっと作ってみたんですけど、まあ、簡単に言ったら、情報操作空間っていうのは、まあ、例えば文章とか本とかでもあるように、まあ、僕は点々点とかで、でそこから始まる文章みたいなのがあって、まあ、要はそこっていうのは、まあ著者とか、まあ、主観で勝手にこう消したりとか、存在したけど意図的に消してるっていう、その意図とか感情とか欲が入ってる場所だなっていうのが、すごい僕としては、そこはなんか情報操作空間なのかなっていう、まあ、のがあって、まあ、それはまた詳しいことに関してはまた別の資料で押してるんで、そこをちょっと見てもらうかなっていう感じで、で、どんどん調べていく中で、まあ、その白っていう本の中に、まあ、僕らは世界に対しては永久に無知である、そしてそれでいいのだ、世界のリアリティに無限におののき続けられる感受性を創造性と呼ぶのだからっていうのがあって、まあ、これは簡単に言ったら、まあ、純粋な感情とか、まあ、真っ白の紙のように、まあ、これからもずっとその、まあ、流れる社会に対してとか世界に対して、まあ、驚き続けたいっていう形 でその結果何かを、まあ、生むのならもうそれでいいっていう、その流れに沿う考えっていうのが僕の中での空白っていうのがあって、まあ、その中で自分で一つ言葉をつけて、まあ、考えて、まあ、考えたら、まあ、進み続けた先に待っているこの空白の考えがあって、僕らがテクノロジーを望み、その答えとして空白が待っているのなら、テクノロジーを求め続けた未来に溺れていってもいいのかもしれないっていうのが僕の中であって、でそこから今回のタイトルになるんですけど、今回のタイトルは、ダイバー溺れる先に、コンセプトとしては、人間の持つ傲慢性、テクノロジーに求める可能性、未来を考え溺れ続けた先に空白が見えるっていう、
ので、僕はダイバーにしようと思いました。で、ダイバーに関しても、また別で説明文があるんで、そこに関しては、また、後で資料を送ります。で、じゃあそこから、次ちょっとデザインデベロップメントになって、じゃあ実際どういう風なものをヒントにしようかなとか、アイデアソースにしようかなと思った時に、まあ溺れ続けるっていうのは比喩表現で、別にわざわざ普通のこの世の中にある海に溺れるんじゃなくて、テクノロジーっていう海に僕は溺れ続けることっていうか潜り続けることが、まあ人類の今やってることなのかなっていう風に、まあ比喩表現で書けてるだけなんですけど、まあある意味そこを現実世界で捉えると、まあ深海っていうのにもちょっとヒントはあるんじゃないかなっていうところは感じたんで、まあ、そこの深海のリサーチを進めていく中で、甲殻類を抜きとして、魚でヒレを持っている魚で一番深いところに住んでいるのがこのマリアナスネールフィッシュっていう、魚なんですけど、まあ、これに関しても、まあ、その元々そこに住んでたってよりかは、まあ、その進化の過程で、ようやくそこにたどり着くことができたっていう感じで、もしかしたら1年後とか2年後とかには8000メートルよりもさらに下のところに住んでるかもしれないしっていうのがヒントであって、で、なんかそこの、まあ、そのマリアナスネルフィッシュがすごい僕的には、まあ、刺さったんで、まあ、そこのちょっとそのなんかイメージとかシルエットとか素材感っていうのをちょっとある程度ちょっと組み込んで、それこそスキューバダイビングの、まあ、その潜っている人の、シルエットとか素材感とか、とかとそのマリアナスネルフィッシュの素材感みたいなところを組み合わせてシルエットと素材をある程度提案したっていうの で、ここに関しては素材が一応書いてるんですけど、一応メインはプラスチックボードとレザーを組み合わせたものと、まあ、あとそれから、両翼みたいな形で、なってるんですけど、それは、魚でいうヒレの部分のところを、まあ、ダイビングのフィンを使おうかなっていう。で、これも一応素材で言ったらシリコン製のものをもう買ってて、で、それをちょっと使おうかなっていう感じです。で、ここに関して重さ問題とかも多分質問出てくると思うんですけど、それもまた別途、用意してます、資料に関しては。で、ヘッドピース、一応今回ヘッドピースも作るんですけど、でヘッドピースに関してもヘッドピースいるかどうかみたいなところの疑問がすごい湧くと思うんですけど、そこに関してもちゃんと説明できる資料は用意してるんで、まあ、そこもまた後で渡します。で一応シェイプのデベロップメントなんですけど、でヘッドピースに関してはすごいやっぱりマリアスネルフィッシュの、全体的な特徴みたいなところを捉えてるところがやっぱりすごく多くて、で、今回そのマリアナスネルフィッシュだけだとすごく面白くないので、そのデジタルっていう海に溺れてるダイビングしてるその未来の人の様子だったりっていうので、まあ、ちょっとその直線的な機械的なラインを入れながら、まあ、ちょっとラウンドさせたそういうちょっと機械とはなんかちょっとこう相反するようなそのラウンドのなんかシルエットみたいなのを入れることによって、まあ、すごいなんかそのある程度なんかそのなんていうかな、まあ、組み合わせとかセットができるのかなっていうのがすごいあって、ヘッドピースも一応こういう風になってます。で今若干、こういう感じでサンプル作ってて約 70% ぐらいまではヘッドピースに関してはもうできてます。で一応、スキューバダイビングの時に使う、マウスピースみたいな形のやつも、一応これもシリコン製にしてて、で、それもなんかそのマリアナスネルフィッシュの素材感、まあ、ちょっとプニプニしたような感じのものとなんか一緒にっていう感じで合わせています。で、一応ここでまあプレゼンに関しては一旦終わるんですけど、多分 Q&A が出てくると思うん で、Q&A に関しては一応自分で ある程度 Q&A に関しては作ってます。で、まあ、バーっといろいろ多分あると思うん で、これに関しては今からちょっと LINE で全体 LINE に流すんで、またそれは見てもらって、で、一応その同じ内容でもいいんで質問があれば全然受け付けてますんで、そこに関してはあれです。それと一応ダイバーの説明とコンセプトのあとまとめの資料みたいなのも一応両方作ってるんで、その3つを今からちょっと流します。ちょっと待ってくださいね。それをちょっとデザインラボの方に流すんで、まあ、それを見てもらうっていうのと、まあ、質問がここであれば受け付けたいと思いますっていう感じで一旦終わります。でこれ翔さんあれですか、共有やめた方がいいですか一旦。いやどちらでもいいんですよ。はい、ということで、残り3分あるので質問オフェンスある方いいですか。はい、はい、どうぞ。質問っていうかもう一回聞きたいんですけど、うん、マリアナスフェルフィッシュスネルフィッシュ、はい、はな、なんでそれを選んだんやったっけ。
まあその今一番その深海というか一番深いところに住んでる魚っていうところにフォーカスして、甲殻類じゃなくてあくまでも魚っていうところでいくと、マリアナスネルフィッシュが一番今あと地球上の一番下に住んでるっていうのが、まあ、あの現時点でも確認されてるんで、まあ、ということは人類っていうのは一番最終的には潜り続けた先には底があるわけじゃないですか。ってことはそこの底に一番近いものっていうところをヒントにした方がやっぱりいいと思ってて、例えば要はなんか最初はなんかクジラとかで、クジラってめちゃめちゃ2000メートルぐらいまで潜ることはできるんですけど、その後はやっぱり空気を入れるために一回上がってくる必要があるんですよ。でも深海魚って上がる必要がなくて、要はずっとその深海のままで暮らしていけるってことは、ある意味潜り続けてるのと同じなのかなっていうふうに思って、上がることがないっていう意味で、ということで僕はその甲殻類とかじゃなくて、やっぱりそのある程度その魚類でヒレの持ってる種類で一番深いところにもうすでに生息してる魚で一番ヒントが得られるのかなと思ってちょうどリサーチしてて、まあラッキーなことに色も白やったんでっていうところで、まあ、ちょっとそこはラッキーやったっていう感じです。ありがとうございます。はい、あ、じゃあなっちゃん、うち、あ、すごいなんかプレゼンテーションも面白くて、コンセプトとかも、まあ、授業で聞いてたけどすごい改めて聞いて、すごいなんかいいインスピレーションやなって思ったんですけど、一つなんか疑問があって、なんでプラスチックっていう素材を選んだのかなと思いました。そこに関しては多分全体的に見ると、そのマリアスネフィッシュの感じのシリコンみたいな柔らかい素材でいくべきかなと思ったんですけど、あくまでも、僕が言ってるのはテクノロジーっていう海に、潜り続けるっていうことなんで、その一番僕が思う、今思う感情的にはプラスチックとかの素材の方が、まあ、そのデジタルっていうところが一番メインとしては起きやすいかなっていうので、あのプラスチックの素材を選んだっていう感じです。